はい、いつも頑張ってる皆さんお疲れ様、阿久津です。はい、本日の動画は、はい、またプラボですね。2期目海ちゃんのセレスですね。これ海の神セレスね。元のデザインがね、竜だよね。いいデザイン、個人的にデザイン一番好きかもしれない。なんかシュッとしてシャッとして、尻尾が可愛いんじゃ。かわいい。前回はレイアース作りましたけど、そう思い出したんだよね。なんか、この魔人たちっていうか、その後半ね、私一番好きな話が、3人がさ、強化訓練っていうのが言い方違うけど、なんか3人がまあ、バラバラになって強くなる期間があるんだけど、面白いのが、ふーちゃんのとこは多分、男女いて、海ちゃんのとこは、海ちゃんのとこなんか私一番面白かったイメージあるんだよね。海ちゃんのとこは、まあ女の人が2人で、ヒカルのとこが男性しかいなくて、あそこのね、イーグルがめっちゃいいんだけど、あそこめっちゃ良くない？ヒカルのとこめっちゃいいよね、あそこ。めっちゃ好きだもん、あそこ。そこしか言わない。ちょっと記憶が全部曖昧なのよ。何年前だと思ってんねん。そこの話すごい好きなのよ、なんか。いやー、いい話よ。いや、光と影を抱きしめたままのさ、ノバと光の鏡合わせみたいなところもすごい好きなのよ。イントロが好きなの、もう。イントロが好き。あ、イントロが好きなの。いや、あんな幻想的に始まるアニソンなかなかないやん。あれが好きなのよ、もう。好き。まあ、レイアースより見た数はカードキャプターさくらの方がまあ世代なんだけど、レイアースもすごい見たビデオの世代に私は見ましたね。いやー、好きよ、好き、いいよね、イーグル。あそこの回すごいね、しんどいけど、後半。しんどいんだけど、なんか暗いしね。でもめっちゃいい。この前話してたのが、クランプの作品って嫌な、人誰もいなくないっていう。あんま嫌な女の子もいないし、嫌な男の子もいないっていう。ヘイトたまらないよね、誰にもっていう。いや、私はね、私、その子はそうなんだけど、ともよちゃんのキャラって、下手すりゃ結構嫌われるキャラだと思うのよね。なのに、めっちゃいいよね。メイリンも、初めちょっと様子おかしいなって思うんだけど、後半になって、メイリンキャラ変したみたいなぐらい、めっちゃいいやつなのよ。めっちゃみんないい子なのよね。ポリックもさ、なんかあんまり嫌なやついないっていう。私、クランプ作品だとやっぱ翼とカードキャプターさくらとマジックナイトレイアースが好きかな。と思いきや全部繋がってるみたいになってくるからさ、ほら。もう、あー、あーってなるのよ。あー、もう、いろんな世代のいろんなのが、あーみたいな。すごい心が無になってくるもん。無よ。ちょっとね、ゆうこさんがモテすぎな件よね。ちょっとゆうこさんモテすぎなんじゃないみたいな。モテすぎてこうなんかもうすごいことになってるけどみたいな気持ちになって読んでたよね、後半も。うん。うん。みたいな。なんかいろんなものを考えさせられるもんね。ちょっとね、いろんな時空がこう、もう、なってるから。大変なことになってる。いやーね、大変な作品が多いですけれども。デザインがとにかくいいね。うん。デザイン。私デザインで負けることあるから。あ、デザイン好き読むみたいな時あるからね。うん。いや、デザインは大事。大事よ。うん、難しいけどね。好みにもよるし。ね。まあ、難しい。いや、今考えてる上。デザインの難しさについて私あまり語るべきじゃないよね。やめとくわ。プロじゃないからやめとくわ。ただ一般人でもそう思うっていう話ね。一般人でもデザインって大変って思ってるっていう話よ。みんなね、どこの世代か正直わからないですけど、私は、まあそうね、クランプ作品ではレイアースとやっぱカードキャプターさくらね。そう、カードのデザインも好きだね。私カードおもちゃ持ってたよ。持ってたわ、タロットカードにもできるよ、みたいな。でっけえカード持ってた。おしゃれなんだって、カードのデザインも。何もかもおしゃれ。もう怖い。怖っ。怖っ。怖っ。だから。カードの数もさ、全部あって、全部デザイン入ってさ、そのたんびにさ、衣装変えてくんの怖くない？普通に。いや、普通、手間やろ。大変やろ。いや、すごいなって思う。そう、魔人もさ、ちゃんとちげえしさ、怖いよね。怖がり始めてる。なんか、画集を前、動画にあげたけど、あれ、やっぱ見ててもさ、すげえなって思うよね。いや、服のさ、デザイン私苦手なのよ。しかも服の描き方もさ、未だにわかんないし、塗り方もわかんないし、シワもわかんないから、普通にすげえなって思う。いや、なんだろうな。いや、わかるよ。練習すりゃいいんだろう。嫌だよ。めんどくさい。もう、好きじゃねえし、別に服。着てりゃいいだろ、みたいな感じよ。一番好きなのは、ピチピチに貼り付いた私 T シャツなのにさ、嫌だ。何も考えたくない。何も考えたくねえ。何にも考えたくないで生きていきたい。いや、めんどくさい、めんどくさい。でも、めんどくさいことをするのがプロなのよね。しかも、あーだ、何も考えたくない。もう嫌だ、何も考えないで生きていきたい。今日寝起きじゃないから、ちょっとテンション高い。むしろ寝起きじゃないから眠くなってきてた。眠くなってきてるから、ちょっとハイなテンションになってるんですけど。はぁ、何も考えたくないなぁ。
何も考えたくない。このプラモの仕上がりの出来栄えの良さについても考えたくない。お金かかるし、はい、レイアスの時に言ってましたね、お金かかるんですよ。こだわるとどこまでもこだわれる、まあね、こだわるのが好きな人にはいいかもしれないんですけど、その境地を超えてないからか分かんないんですけど、やっぱり絵描くのは嫌いだし、こだわるのめんどくさいし、楽しくない、楽しくない、楽しくないです、楽しくない。なんかむしろ楽しかったあの頃に戻りたいみたいなさ、若彼氏あの頃みたいになってんのよあの頃みたいになってんの、なんか嫌なのよ。絵描いてるの一番楽しかったやっぱ中学生ぐらいだったね。何も考えないでさ、好きなもの描いてさ、好きなだけみんなでその好きな趣味の子たちと群がってキャッキャキャッキャしてる時が一番楽しかった。それに比べてみてよ、大人になったらさ、同じ趣味の人もリアルでいないわけよ。いやツイッターにはいるよ、ツイッターとかネットにはいるけど、そのリアルにはいないわけよ。しかもさ、私もだいぶ様子おかしいからさ、なんか話し直う人いないわけよいや別にいいんだけど、別に一人でも全然大丈夫なんだけど、絵もさ、だんだんさ、昔はその小さいコミュニティでみんなでキャッ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 してて楽しかったけど、今となっては自分より絵上手い人いるやんとかもすごい思うし、若いのにこんな上手くて、いやあまり私は若いのに絵上手くてずるいみたいなことあんまり思わないんだけど全然思わないんだけど、どうでもいいわどうでもいいんだけど、なんだろう、私はもういいけど、楽しくない人多いだろうなって思う。見えなくてもいいものをやっぱ見えてるっていうのがネット社会よね。いやだから楽しかったの頃に戻りたいとは思わないけれど、一番きっと楽しく絵を描いていたのは中学生ぐらいだったんじゃないかなって今思う。やっぱ描いてる量が違うね。試行錯誤もしてるし、あとその少ないお金でやりくりして、そのコピックとかで色を塗るみたいなっていうのもまた面白かったんだろうなって思うね疲れてる人みたいになってた。いやさっきちょうどアナログで色々模索してたからなんか疲れちゃってプラモもさ、こだわったらどこまでもいけるじゃないですか。もう前回もそういう話したけど、いけちゃうのよ。そんなこだわり始めると楽しくないのよ。楽しくない。私はそこまでいってないし。あと、やっぱ上手い人いるから、私なんかじゃみたいになるじゃん。あんな、見ない方がいいのにね。ね、だから何も言われずにただ自分で遊んでる時が、最も楽しい。ね。いや、忘れちゃいけないよね、その感覚。今病んでる、病んでる。もう眠くてさ。病んでるやん。プラモ作ってる時はすごい無心になれるのよ。めっちゃ無心。あと定期的に画面から消える時は説明書しっかり読んでるか、パーツの向きがしっかり見ないとわからないっていうこれで合ってるかっていう時に寄せて、あと全然ハマらない時に手元に寄せて、めっちゃ力強くぶち込んでます。力がないんですよね。私がないのかわかんないんですけど、とにかくプラマはね、力勝負のところが若干あるので、定期的に消え失せるのは見えないところでめっちゃ頑張ってるって思ってください大変よ、作るの。でもすごい無心になってできる。説明書と向き合って、ただひたすら無心になって作れるっていうのが、私はプラモを作ってる時とか、絵を描いてる時の一番好きなのは、その時間。私、余分なことをめちゃくちゃ考えちゃうんですよ。このさ、話がさ、吹っ飛びながらめっちゃ喋れるのも同じ理由なんですけど、いや、なんでこんなに好きなんだろうって思うこと多いね。パズルとか、プラモとか。まあ、絵はちょっと現実逃避しながら描いて、いろいろ嫌なことになってるけど、無心になれる時間っていうのが少ないんですよね、私、基本的に。ずっと、寝る前もずっと脳で考えるタイプだし、もう仕事中もどうでもいいことずっと考えてるし、だいたい気が散ってるんですよ。その無になれる時間っていうのがほとんどないから、プランを作ってる時は何も考えずにただ説明書の通りに作ってくっていうのがめっちゃ楽、すげえ楽なのよ。なんか何なんだろうねなんかすげえ楽なの。絵を描いてる時は集中したら無心だけど、基本的にはあ、どうしよう、ここどうしよう、このここどういうポーズにしようかな、ここ色変えた方がいいのかなとか、こうしちゃうとな、これ色これでいいかなとか考えてるから、意外と考えなきゃいけない時間があるから、どうなんだろう、意外と考えてるなって感じはするけど、まあ、絵のこと以外は考える時間が少ないからいいけど、プラママジで無心な。そのアレンジしないからさ、私別に何も考えないでその説明書通りにやってるから死ぬほど楽。あー気持ちいいってなってる。気持ちいいやばいやつや、やばいやつになってる気持ちいいよ、作ってて、ね、プラマすごい楽しいし、やっぱり、うん、眠しみじみ思ってるけど眠くなってきてる頭の回転が死んできてる。これ今3本目撮ってっから私目標がさ、77本が一応目標だったんですよ。動画本数とりあえず77ぐらい、キリじゃないですか。77、私誕生日も77だしね。誕生日は77 誕生日は7月7日だから、77本ぐらいまでとりあえず低い目標をね、こう積み立ててって、一気になんか100本
目っていうよりは目指せ100本っていうよりはこう刻んでね30とか50とか今回は77とかにして、まあ、刻んでるんですけど、もうね77ぐらいよね多分行くと思うんですよ。そろそろ結構上げてきたなって思った。話す内容がないんですよ。何本目だと思ってんねん。どんだけ私レイアスの話すんねん。レイアス私でも言うて記憶薄いからね。もう私後半めっちゃ好きだったから、光と影を抱きしめたままの時がめっちゃ好きだったから、あそこの辺めっちゃ見てたんだけど、前半の方はね結構記憶薄いよ。薄い、剣探しぐらいの時結構薄いよ。薄いのよちょっと。はい、いやおしゃれずっと言ってる、ずっとおしゃれ。なんかクランプ作品ってずっとおしゃれなんだよな。すごいな、なんか無理無理。まあおいおい頑張っていこう。おいおい頑張っていこう。みんな頑張ってる。みんな頑張ってるよ。私も頑張ってるから。うん。3本目あるから。3本目で仕上がりが変わります。まあわかんないかもしれない。私はすっげえ頑張った。普通の作ってる時間の倍かかってる。マジでかかってる。まあ飲まず食わずに何時間作ったかわかんないぐらい、最後はウィンダムはマジでちゃんとしました。ちゃんとしたのよ。マジ3体並べて動画撮ったけど違うわ、仕上がり違うわ。もうそうなっちゃうと、あここの色を塗装、あ塗装のこと考えて読みましょうみたいになってるから、なんか3本目も見てくれると嬉しいです。はい、ただね、あの動画的には一番面白くないのが3本目かもしれない。あの画面から消えがちなのカットなるべくするけど、基本的にヤスリで擦ってんのよ。見えないとこなのよ。しょうがないじゃないか、ゴミ箱の近くでやってんのよ。本当は多分吸うものがあったらいいんだけど、そこまでさせんなって大変じゃないか。たまにしか作んない私。欲しい機体が出た時しか作んないから。エヴァも別に全部作ってるわけじゃない。私好きな機体とか作りたいなって思ったやつとかパッケージとかデザイン見ながら、これはいいなって思ったのしか作らないから、キラ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 みたいになってる。はい、っていう感じで本日はこの辺でおいとまさせていただきます。チャンネル登録するまでが遠足だぞ。バイバーイ。